はい、任天堂ダイレクトがね、うん、始まるということは、はい、ついにね我々花ふがが集まるということ、集まると、花ふが起動ということ、はい、昨日の深夜急だったからさ、そう、大賀さんは結構ね、結構あのすぐにね来たんだけど、うん、ワンチャンフーマン寝てんじゃないかなみたいな、僕ね全然寝てましたよ今日の昼ぐらいかな帰ってきたの、いいですよって帰ってきたら、ね、えーって思って、あ、そう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 、俺なんか配信中に来たからね、みやびがそう、しかもさ、それ気づいたから、そう、うん、気づいたからみんなに、あ、今みやびから明日の任天堂ダイレクト一緒に見ようって誘い来たって言ってあ、そうなんだ、そのまま返事した俺は、いや、よかったよ、本当に急だった、マジで急だったよ、本当に、うん、ねえ、だって24時間後にやりますもんね、そう僕、まあ、結構楽しみなんですよね、これ3人で毎回見んのまあなんかおもろいっすよね、よね、なんかね、もうなんかこの3人で固定になってるもんね今もうそうそうそう、おもろい、普通に、しかも予定がちゃんと合うっていうね、そう、案外みんなね来てくれるのよ、ちゃんと、ね、明日とかでも全然忍耐のためならみたいな、実家のような居心地の良さがありますよね、なんか謎、あ、本当にコラボしたことあんまないのにいや、そんなことないだろ、ちゃんとしてるよ、結構してるだろ、一緒に潜ったろ、結構してるか、そうだよ、そうか、そうかもうこれ忍耐だってもう3回目か4回目ぐらいでしょ、一緒に、もうよ4、5回してんじゃないですかワンちゃん、ね、だからもう俺たちはもうファミリーみたいなもんだよ、いやっしゃ、任天堂ファミリーだよ、任天堂ファミリー、そんな大きい括り大丈夫もう3人であそこ行こうよ、なんか任天堂のさ、なんか博物館でできたじゃん、ミュージアムでしょ、ミュージアム、ミュージアム、ミュージアム、なんかあの京都だよ、京都、そうだね、もう京都行こう3人で、今度プーマなんかちょっと京都ね、なんかありそうじゃん、ゆかりが、まあ確かに、陰陽師的な、